前回の動画を見てくれましたか？ブラスバックチャンネルはクラシック音楽に興味のある人にもない人にも楽器の楽しさや名前やその他の楽しさをブラスバックを通して知ってもらおうと、あれやこれやと試行錯誤しながら配信しているチャンネルです。今回の企画はチューバ奏者がトランペット吹いたらどうなるの？アリペイも気になるこの企画、最後まで見てね。皆さんおはようございます。ブラスバックのアリペイとドイです。前回ドイにチューバを体験レッスン30分でどこまで上手くなるかっていうのを吹かしてもらったんですけど、今回は前回もすごいチューバが辛いっていうの分かったんですよ。重いし息もめっちゃ使うし、ロングトーン4拍しかできないし鼻痒くなるしもうチューバの大変さはもう嫌というほど分かったんですけど、今回は前回の動画で宣言した通りチューバの土井にトランペットをやってもらおうと思います。いいよ。前回トランペットの私がチューバを体験したんですけど、今回はチューバの土井がトランペットを体験してもらいたい。はい、持ってきましたトランペット。いや、これが標準だから。口に当てる部分外れるんですけど、その部分がチューバとトランペットで、見てください、ほら分かるか、全然違う。私とあの顔の大きさも違うね。ほら、こんなに違う、こんなに違う。ちょっとじゃあ早速やってもらいたいと思います。じゃあまずマウスピースからなんですけど、親指、お母さん指、お兄さん指、この3つの指で先っぽを持ちます。持ち方あるの？はい。いいよ、どこ持っても。チューバどこ持ってもいいんですか？もうここを塞がん限り。あ、チューバそうなんだ。あ、ホルもあるよね。マジ？私はだけ。3本の指で先っぽを持って口に当てます。で、当てる場所は真ん中。そうです、そう、大体真ん中に合わせてもらって、胃の口で口が閉じた状態で息を出します。はい。お上手。わー、もう一回やってみましょう。上手。いいな。まあさすが、もう土井さん上手、お上手。もうマウスピース音が出たんで、もう30分しかないんです。サクサクいきます。はいよ。続いて楽器にマウスピースを刺してください。で、はい、マウスピースを刺す時なんですけど、必ず入れたらちょっとねじってください。なぜかというと、刺しただけだと楽器を持ち運びした時に落ちちゃったりするんで、入れたら回す、水道の蛇口をひねるように回してください。はい。で、じゃあ持ち方なんですけど、左手出してください。左手のお姉さん指、薬指をこのリングに入れます。はい。左手の親指をここにかけます。はい。で、あとのここの2本は出て出て出て、ここ持ってください。これここ何や、そう、こういうふうに持ってください。わかりますか？わかるかな。親指はこちらのリングに引っ掛けて、薬指はこっちのリングに入れます。で、あとはこっち持ってもらうんですけど、持ち方っていうのは実はまだいろいろあるんですけど、今日はこの持ち方で持ってもらいます。はい、はい、じゃあ今度右手なんですけど、このピストンにお母さん指、お兄さん指、お姉さん指でセットしたら、小指をここに引っ掛けます。こうだって。ありがとうございます。で、小指グッてかけすぎない、小指はもう本当にトンぐらい、トン。はい。じゃあもう持ち方もバッチリなので、ちょっと一回構えてみてください。で、構えた時に左手の脇の下に拳1個分開けるぐらい。で、楽器はほとんど左で持ちます。楽器はほとんど左で持ちます。はい。で、右手は指を押すだけ。はい。そう、疲れた。意外と重いのよ。やばい、ここ、そう、この三角筋ね。そう。楽器始めたばっかりの人、大人の人でも重いんだけど、頑張ってここは開けるようにしてほしいです。そう、上手。なんかうまそう。なんか吹けそうな気にしてる。吹ける吹ける。じゃあちょっとやってみましょう。思いの丈吹いてみて。お上手、お上手。うん、っていうかチューバの人トランペット吹けるんだ。わかんないよ。いや、上手、お上手。びっくり。チューバ普段どれぐらい低い音を吹いてるかっていうと、ピアノでいう右手がトランペットで左手がチューバっていうイメージなんですけど、で、低い音って割と出やすいよね。うん、高い音に比べて低い音の方が出やすい。うまく吹けるかどうかは別、出やすい。でも高い音の方が難しいから、
このチューバの人がトランペットを吹くときにもっと難しいかと思ったら意外と簡単に出ちゃってちょっとびっくり。じゃあ早速ですけど、あの基礎の基礎、前回チューバの時に私もやったロングトーンをやってもらいたいと思います。お、はい、じゃあはい、ほら痛いじゃないよ。4拍でいいの？4拍じゃダメ。四分音符60、四分音符60って1秒ですね。時計や、そう、時計の1秒。それで8拍伸ばしてもらいます。8拍伸ばしてくださいって言ったら9拍目の頭まで伸ばしてください。ギリギリまでね。はい、はい、じゃあ行ってみましょう。音は何の音でもいいです。持ち方。じゃあ行ってみましょう。お上手。今出たのはトランペットの下のドですね。もう血管切れそうなんだけど。切れない。下のドが8拍出たので、うん、じゃあ上に上がっていってみましょうか。チューバの人がどの音までトランペット吹けるか、ちょっとそれも気になるので。おすごい。いやすごいんだけど持ち方もうきつい。中学生のみんなわかるでしょ、このきついっていうのね。チューバの時も多分一緒だと思うけど、上の音に行けば行くほどスピードが速くなるのね、うん、息の量じゃなくって、量だけじゃなくってスピードを強い。分かった。分かった。気をつけないといけないのは息のスピード、勢い、勢い、あの誕生日ケーキにろうそくが100本刺さってると思って、それを一気に全部消そうと思って息吸って吐く。消すわ。もっとそう、いける。どう、今回トランペット体験してみてどうですか。普段のチューバと比べて違うね、しんどさが。ここめっちゃきてやっぱ口が痛くなりますよね。あとやっぱ腕、あこれ大事なのね。大事、力んだら余計息出んくなっちゃうってね。そうなんです、こういう形で。そんなにトランペットって重くないのよ。何キロぐらい、多分3キロぐらい。3キロもないの。2キロないな。2キロないぐらい。今日チューバのドイが低いド、その上のド、その上のソまで出たんで、本当にすごい。だって初めての人はドレミファソラミラミラミって大体なるんだね。チューバの高い音と一緒だもんね。あ、そう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 、チューバの高い音と一緒、うん、トランペットはねメロディー吹くことがやっぱ多いんで、うん、音域が大体1オクターブと5度ぐらい、下のドからその上のド、その上のソまで出るといろんな曲が吹けて楽しいと思うので、うん、まずはそれを目標に。まあもちろんトランペットはいいよね、メロディーいっぱいあるから。じゃあ今度交代してやってみようか。やチャンネル登録やグッドボタンお願いします。